バークとヘア連続殺人事件は、イギリス、スコットランドのエディンバラで1827年から1828年にかけて起こった事件。犯人のウィリアム・バークとウィリアム・ヘアは17人の被害者の死体を解剖用にエディンバラへ学校に打った。彼らの乗客は、ロバート・ノックス医師だった。彼らの共犯者は、バークの愛人、ヘレン・マクルガルト・ヘアの妻マーガレット・ヘアであった。 1832年以前、イギリスの医学校では解剖学の教育と研究用に合法的に得られる死体の供給が不足していた。19世紀になり、医学が進歩するにつれ需要は急増したが、合法的な供給は暗黒時代のいわゆる地の法典が改正されたため18世紀に比べ減っており、手段を問わない犯罪者集団がここにつけ込み、死体泥棒が横行するようになる。 このため社会に異様な恐怖と嫌悪感をもたらしていた。1827年までバークとその上夫ヘレン、マクドゥガルは部屋がエディンバラに営む下宿屋に曲がりするごく普通の下宿人だった。以前、同じ職場ユニオン運河ンで働いた時に面識があったか否かは不明である。部屋の後の証言によると、最初に売った死体は彼に家賃4ポンドを滞納した、まま死んだ、年老いた、 退役年金受給者だった。二人は1827年11月に、カゴ家ケから死体を盗み出しエディンバラ医学校に7ポンドで、売った。これが彼らのエディンバラ切手の解剖学教師、ロバート・ノックス博士との出会いとなった。バークとヘアの次の被害者は、病弱な下宿人、小引きのジョセフだった。二人は彼にウイスキーをどんどん進めた後、窒息死させた。他に、 病気がちな下宿人はいなかったので、町に獲物を探しに行くことに決めた。1828年2月には、年金生活者のアビゲイル・シンプソンを帰省の前日、一晩中のみに誘い、ジョセフと同じ手口で殺した。死体は新しかったので15ポンドもらえた。部屋の妻マーガレットは女性を居酒屋に誘い込み、無理に酒を飲ませた後で夫を呼んだ。次に、バークは、 勝負のメディ・パターソンとジャネット・ブラウンを連れ込んだ。しかしブラウンはバークとマクルガルが口論をしている時に席を外した。彼女が戻るとパターソンはバークと一緒に出かけたと告げられた。翌朝、医学生の数人には死んだ勝負が誰であるか分かった。おそらくパターソンの世話になったことがあったのだろう。次の被害者はバークの知り合いのエフィーという古事記女であった。 バークは警察から知り合いであると言って彼女を引き取った。1時間後には医学校に死体が届けられ10ポンドが支払われた。次の被害者2人は老女と耳が聞こえない少年だった。バークとヘイアは少年については抗論したが結局バークが骨の折れる仕事を片付けそれぞれ8ポンドで売り払った。続く2人はバークの知り合いをストレイ夫人とマクルガルの親戚。 アンマクルガルだった。続いて部屋は老少婦、メリーハルダンに接触した。娘のペギーが母の行方を探したが、結局彼女も母親に続き学校の解剖台の上に横たわることになった。しかしメリーハルダンは近所でよく知られていたのでこの失踪は知られずにはすまなかった。次の被害者はもっと有名だった。殺害当時18歳の ダフトジャミーと呼ばれる足が不自由な精神障害の若者だった。彼は抵抗したので二人がかりで殺した。少年の母親が息子の行方を探し始めた。翌朝、ノックス博士が死体に被せられた大いを取った時、何人かの医学生はそれがジャミーと気づいた。学生に死体を見せた後ノックスは頭部と足を切断した。ノックスはこれがジャミーであることを否定したが、 顔から解剖を始めなければならないのは明らかであった。最後の被害者は、マジョリー、キャンベル、ドチャーティだった。バークは、自分の母親もドチャーティだといい下宿屋に誘い込んだ。しかし、ジェームスとアングレイが同室していたので、待つ必要があった。その夜、グレイ夫妻が出かけた後、近所の人たちは争う音を聞いた。次の日、アングレイは、 自分のベッドに忘れたストッキングを取りに行かせてもらえなかったためバークに疑いの目を向けた。夫妻だけになったその日の午後ベッドを確認しに行くとその下にドチャーティの死体があった。彼らが警察に知らせに行く途中にマクドゥガルに出くわした。彼は週10ポンドで手を打とうと買収を試みたが断られた。マクドゥガルとマーガレットヘアは連れ合いに警告しバークとヘアは 警察が到着する前に死体を運び出した。しかし職務質問の中でドチャーティが帰った時間をバークは午前7時、マクドナルは有告と主張したため警察は彼らを逮捕した。匿名の内密の情報から警察はノックスの教室へ向かいドチャーティの死体を見つけた。ジェームス・グレイが死体がドチャーティ本人と確認した。マクドナルとマーガレット・ヘアもその後すぐに逮捕された。 この連続殺人は18ヶ月続いた。エディンバラの新聞が1828年11月6日に失踪記事を載せたとき、ジャネット・ブラウンはそれを聞きつけ警察へ行った。そこで、メリー・パターソンの衣服を確認した。二人の犯行の証拠が十分ではなかったため、スコットランド検事総長をイリアムレイーは部屋に、犯行の自白とバークに不利な証言をさせることで、 彼に対する卒業免除した。その証言によってバークは1828年12月に死刑となり、公死刑の後彼の被害者と同じ運命、すなわち医学生の解剖に供される道をたどった。ヘレン・マクドゥガルは殺人への凶暴を証明できず釈放された。ロバート・ノックスは世論を騒がせたにもかかわらず死体の出所について知り得る立場になかったので、卒追されなかった。 ヘレン・マクドゥガルは自宅へ戻ったが、怒れる群衆にリンチされた。イングランドへ逃亡したが、噂は彼女について回った。オーストラリアへ行き1868年に死んだと伝えられる。マーガレットヘアはリンチから逃げるためにアイルランドへ行ったと伝えられるが、その後については未詳である。1829年2月ヘアは釈放された。世間の話として、 ロンドンの路上で盲目の小じきをしていたとか、殴られて石灰鉱山に投げ込まれたなどあるが、どれも確認されたものではない。彼が最後に目撃されたのはイングランドのカーライルだった。ロバート・ノックスはバークとヘアとの付き合いについて沈黙したが、彼に対する生徒の人気は落ちた。エディンバライ学校の他の部署へ移動しようとしたが、拒否された。ロンドンのガン病院へ移り、 1862年に死んだ。バークの皮膚は小冊子の想定に使われた。この本は現在王立エディンバラ外科学校にある。彼の骨格標本はエディンバラ大学医学校の骨格資料室にある。この殺人により医学教育の危機的状況が明らかになったため、1832年に解剖に関する法律の立法の流れとなった。 この法律で合法的な医学用死体の供給を増したため、これに関わる犯罪行為の誘引がなくなった。この法律について、ランセットの弊社は以下のように述べている。バークとヘアは、この法案の真の起草者である。この法案は決して議会の慎重かつ堅実な審議によって立案されたのではなく、事件のもたらした懸念により強いられて引き出されたからだ。 行政と立法の怠惰により16人の人間が犠牲になる前にこの懸念が明らかにされ法令が整備されていればよかったのだがこの最悪の結果が起こり得るのは解剖学者と死体と屈人の間で行われる不正取引から誰でも予見し得たが政府はそれを長らく放置してきた政府は過去のその無知と寛容により育てられた この犯罪に対し相応の重い責任がある。この二人組の名前は、親が手に負えない子供を押し付けるために、バークとヘアがやってくると脅しに使われた。また次のように同様として、時代を超えて歌い継がれている。これは、縄跳び歌である。バークは肉屋でヘアは、ヌストノックスはボッチャマ、肉かった。ラドヤード・キップリングの少年、キムレ。 登場人物のバブは有名な作家としてバークとヘアを挙げている。多分これは歴史家で議員のエドマンド・バークと旅行記作家のオーガスタス・ヘアを指しているのだろうが、この二つの名前が並べば読者は当然二人のグールを想像することだろう。この殺人の物語は1948年にバークとヘアの犯罪として映画化されたが、 前衛映画検閲機構はこの歴史的事件の映画化はあまりにも穏やかでないと考え、バークとヘアの名を消すように要求した。そのためバークの名はハートに、ヘアはムーアに、そしてノックス医師はコックス医師と書き換えられ溢れこし直した。タイトルも強欲ウィリアムハートと改めて公開された。しかし、独身術の心得のある者には、元のセリフは明らかであった。 1972年には、デレンネ・ネスビットがバークを演ずる、バークとヘアが制作された。1960年の映画、死体解剖機も、ピーター・カッシングが、ノックス、ドナルド・プレザンスがヘアと実名を使っている。翌1961年のアラステア・シムが、ノックス医師を演じた、解剖屋でも、バークとヘアの名前を使っている。バークとヘアは、 ハマーホラーの1971年作品、ジキル博士とハイド城にも登場している。1985年には、フレディ・フランシス監督が、贖われた7ナナポンドの死体と題してこの事件を映画化している。ディラント・マスの戯曲に基づく本作では、ノックス医師は、ロック医師として登場。バークとヘアの名も変えられている。エディンバラが、拠点の OG フットボールクラブ。 ボディスナッチャーズのチーム名はバークとヘアのパロディーである。シーフニの熱狂的なファンが作ったファンミッションセブンシスターズにはノックス博士と2人の殺人鬼が登場する。このミッションをプレイするためにはゲーム本体の CD の他にファンミッション拡張プログラムダークロダーの最新版が必要である。スコットランドのサッカーアンランキングはジョンリーバスケーブシリーズの 滝でこの事件について記述している。コリン・ベイカー、レスリー・フィリップス、デビッド・テナントらが出演するドクター・フーのオーディオドラマ版、医学の目的の本筋は、この連続殺人、特にメアリー・パターソンとダフト・ジャミーの事件に、基づいている。ワーナー・ブラザースの、ダフィダック主演の短編作品、私の小さなデュケーロでは、ナスティカ・ナスタがバークとヘアの著書、 墓掘り人足の冗談の本を読んでいる。ありがとうございます。